はい、どうもドミンです。今日はですね、ミント先生という方にですねリクエストをいただきましたアホのスープを作っていこうかと思っております。皆さん、アホになる気あんのかい？じゃあ早速始めていきましょう。まだいたです。バゲットですね。はい、ブレッドナイフです。はい、こちらですね、ハラミに、パン扱うやったらブレッドナイフぐらい買えやと言って文句言われて、カットしないでいます。切りますね。まずバケットをね、何個か切っておきます。まな板ごと切れてないですか。よいしょ。こちらですね、まあ3つぐらいにしときましょうか。ちょっと分厚いかな、まあいいか。これはオーブントースターで、焼きます。カセットコンロでございます。カセットコンロ、まあ、物を切るというのは大体もう今のでおしまいですかね、多分なんですけど、カセットコンロで、湯を沸かしていきます。はい、水を入れた鍋になります。はい、オリーブオイル入れます。はい、唐辛子入れます。ちょっとだけ、もうだいぶ辛くなりますからね、ちょっとでも。あ、火つけの忘れでした。よし、はい、死んだ豚で作った生ハムでございます。あっ、ちょっと待って あ、すいません。あ、よし、ちょっとトラブルありましたけど、これで生ハムをね、なんか煮るっていうのもなかなか珍しいですけどね。はい、ニンニクです。こちら潰して入れていきます。皆さん、これアホスープって言うんですけど、まあアホってなんやねんと思ってるかもしれないですけど、アホっていうのはですね、アホとかボケとかバカとか、そういう悪口あるじゃないですか。まあ、それのことです。よし、もういいでしょう。はい、5個ぐらい入れました。多分ここです。よし。はい、次は白ワイン。白ワインを入れていきます。まあ、大体大さじ2杯ぐらいですね。じゃあしばらく、煮ます。はい、だいぶアホっぽくなってきたんで、卵入れていきます。はい、卵より先にですね、すいません、胡椒と塩を入れていきます。こんなもんかな。はい、ここにですね、こんがり焼けた、卵をですね2個入れまして、よいしょ、あとは蓋をしてですね、2、3分ほど煮まして、こんがり焼けたバケットを乗せて完成でございますよ。はい、完成しました。
これはアホのスープですね。いや、本当アホっぽいスープですね。じゃ早速ね、食べていきますか。では、いただきます。まあ、トーストのね、トーストとか、バケットの焼き具合も完璧ですね。うん、なんかね、若干ね、見た目は焦げてるように見えるかもしれないですけど、見た目以上にだいぶ焦げてます。